東方キャノンボールを待ってくださっていた皆様、前回からの間が長くなりすいません。物語続きは近日すぐ実況動画出します。今日はちょっと番外編。なんと、私と遊戯のピックアップだじゃが。これは主チャンネル引くしかないってことで。ニトリに遊戯、持ってるのはどっちだ対決。負けないわよニトリさん。ニトリだって。ルールはこんな感じだ。星5の私ゼロゼロ。なるほど、星4みたいでも星5一体と一緒か。じゃあ勝負開始。で、1回目からネコリン出たー。はい。ニトリ選手、早くもポイント獲得。ぶ、星4キャラ私がないか。おお、3連続星の台座。からのポイントにならない星5っち。次のニトリさんが出る前に私よ、入れよ。キャラはめっちゃ出ますな今回。って言ってたらうっちー3連続。ここで10連目終了。まだたった1点差。私は玄武の沢の川城ニトリ、別名谷カッパのニトリ。メカじゃない私。それなら我らカッパの盟友だ。作ってほしいものがあるなら我々に任せろ。カッパの技術に不可能はない。可愛いニトリンからの20連目。ここで追いつきたいところ。てか星4に乗れれば逆転。今度は見事にうっちーばっか。お、キャラクターが3連続、どっちも出る。結局線は動かないまま30連目。さすがにね、もうさすがに星3の私ぐらい出るっしょ。とここで星5確定演出スター。どっちかか。まさか私最高リアリティ。遊戯ごめん、私だったよ。うほーん。ニトリに星5きたー。わーい、これで一気に10ポイント追加。やべー、ニトリン強運すぎる。持ってる強い。霊夢はピックアップ、全10連目でやっと出たのに。たった30連で出るとか、勝てねえよ。さあ、遊戯はいつになったら出るのか。うほーん。2回目。ニトリに強すぎる。ニトリ、持ってます。うわぁ、得点にならないうちへで渡したよ。はい、残り20連は iPad での撮影なので、ちょっと画面サイズ変わってすいません。おん、星5うっちからの星5キャラクター。で、私がねえのかよ。すごい、リセマラ地獄であれだけでなかった星5キャラに連続で、ここで私来たー。お、ここでようやく右にポイントからの。うわー、あっという間にニコリさん4回目。からの50連目速攻星5キャラ出たー。また私がないかーい。すごい、なんか星5キャラ対応。うわ、ここでなんとも微妙な星3追加。ここで星4来たー。おっと、これでもし星5遊戯来たら一発大逆転。いい勝負になってきました。でもさすがに10連で星5キャラ2体は厳しいか。さあお次でラスト。うっちーだけどニトリちゃんだー。もう乾杯でした乾杯。ってことで以上、勝者ニトリン。わーい。では近日ストーリー続きやるので、また次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。